おはようございます、どうも感動です。あかりです。いやー、というわけでね、はい、今日から真夏の車中泊旅が始まります。やった、わー、やったな、いちゃん。イエス、あっちい、イエス。あっちいのよ、こんちゃん。大丈夫、大丈夫、あいちゃん。もう暑い、今やばい、クーラーガンガンに入れてたのに、切った途端に暑い。大丈夫、それが温暖化、しょうがない。今日が7月の26日なんですよ。はい、我々はどこに行くかというと、8月2日、ちょうど1週間後にね、新潟は長岡市で開催される長岡花火にね、今年も参戦します。やったー。去年ね、やっぱすごい感動したから、ね、今年も行けたらいいなってずっと言ってて、ね、チケットも取れたので、そう、1週間かけてね、うん、長岡に向かうんですけど、うん、どれくらいかかるかっていうところで言うと、はい、高速使わないんで、うちは、うん、どれくらいかかるかっていうと、ざっとね、こんな感じで1時間45分391キロ近いね。まあ近いね。近いね。そんなんもうお茶の子さいさいです。去年がね。そうだね。去年佐賀から、うん、1300、わかんないけど、めちゃくちゃかけて行ったんで、うん、近いわ。そうだね、愛知からだから、うん、そんなめっちゃ遠いって感じでは、うんうん、まあ遠いけど。今回はね、1週間あるから花火はね。そうだね、いろいろね、寄りながらつつうらうら、うん、1週間かけて車中泊旅して、うん、最後にね、もうクライマックスに感動の花火を見て、はい、最高の夏にしようぜっていうところで、というところでね、はい、では2023年真夏の車中泊旅始まります。スタート、イエーイ。では8時間46分おー、まあこの通りにはいかないけども、間違いない、間違いない。長岡までの旅、はい、スタートです。よし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 、楽しくなってきたな、あいちゃん。おー、楽しくなってきたな。夏が始まった感じがするわ。本当に、うん、いいね、あいちゃん。とりあえずね、長野の方までは入りたいね、今日ね。そうだね、うん、間違いない。あの、暑いから。間違いない、本当にそれ。行きます、お願いします。はい、右手に見えますのがジブリパークでございます。おお、ジブリパーク、すごいな。まだ行ってないからな、私たち。未だに行ってないな。すごい行きたいんだけどね、なかなかちょっとね、人が多くて。君たちはどう生きるかもさ、あー、はいはいはい、ね、見たけどさ、見たね、ね、なんか結構賛否分かれるみたいな、ね、そうだね、うん、個人的には、うん、もうなんかジブリの新作が見れたことがすごい嬉しくて。いや、嬉しい嬉しい、うん、すごい良かったけど、ね、でもやっぱ内容はちょっと難しくて。あー、ね、俺は好きだよ、あれめちゃくちゃ好き。あ、ほんと？面白かった。言えないんだよね、なんかそのネタバレが良くないみたいな。あれが可愛かったとか、うん、あれが面白かったら言えないから、そうそう、なんかめちゃくちゃモヤモヤするんだけど。そうだね。だんだんなんか、だんだん山に向かっていってる気がする。そんな感じ。来た？岐阜県だ。やったー！岐阜県だー！おー！さあ、来た！来ましたね。とりあえずな、うん、通過点として。そうだね、岐阜だね。うん、お腹すいたー。おやだー、おやだー。この先何があるんだ？中津川とかじゃないかな。おー、中津川あれだね。うねー、ワクワクとバスに中津川への道、歌いながら。あ、じゃないですね。止まんね、止まんね。なんか小学校だか中学校の頃に、中津川まで連れてかれて、山登りさせられた記憶がある、あの林間学校みたいな。知らねえじゃん。じゃあ知らねえ。そこで覚えた。名曲じゃねえ、別に。なんか、じゃあ中津川あたりで飯行こう。そうしよっか。そうしよう、そうしよう。はい。めっちゃいい感じの田舎来たな。なあ、すげえいい、ここら辺。ちょうどいい感じがする。めっちゃいいよね。うん、じゃあ前方に警察いるからな、注意しろよ。やべやべやべ。ずらかるぞ、逃げろ。おまわりさん。
何をしてけよ。あーすごい。あー本当にあそこめちゃくちゃのあれですね。ローカル感ありますね。すごいね。あそこあの商工会議所のところ。そうそう、ここここ。ここに飯食いに来たの。おはははは。めちゃくちゃローカル感がある。たまらん な, なあ。こういう店好き。いらな。あ、ジャフ会員だ。やった。あ、何？ジャフ会員優待サービスだ。入れるかな。いいね。商工会議所の隣にある。すごい。ここから多分そのままランチ来るんだね。熱いね。しかもうまそう。泣いてるやん。泣いてるやん。何が？僕とロボコ。いい話だわ。あれ泣くやつじゃねえか。すごいね。鶏トマ丼。ね、これはね中津川の B 級グルメで、トマトと中にね稲鶏っていう鶏で、お米も中津川のものとか、ここら辺周辺のものをギュッとここに集めました。いいね。そう、こんな感じだ。うわ、中にお米もほらいっぱい入ってて、うまそう。鶏がこんな感じで、チーズとトマトと、めっちゃうまそう。ねえ、美味しそう。濃厚だ。よだれが出ちゃうぜ。すごいこれ。いただきます。おお、すごい。うん、うーん、まっ。めっちゃ柔らかい。ご飯はうん、めちゃくちゃ合うね。はい、すごい美味しい。天才だよこれは。チーズがいい感じ、絶妙に効いてて。よかったね、ゴイちゃん。お腹空いたね。ご飯台にしてもらった。俺も日替わり定食にしたよ。ほんと？そう、そしたらね、今日の日替わりがね、チキンのトマトソース煮でね、かぶったほぼ一緒だった。かぶっちゃった。じゃあ、あちきもトマト鶏肉いっちゃいましょうね。どうぞ。はや、わー、おいしそう。いただきます。どうぞ。おめっちゃうまいな。めっちゃ美味しい。え、多分トマトソースいつないのこれ。元は一緒だと。めっちゃ濃厚じゃない。ねえ、濃厚。野菜倒した。人参ブロッコリー倒したぜ。これをこうやってね乗せてくんすよ、これをね。結局やってること一緒だよこれ。そうなんだよね、なんかたどり着いちゃう。ごちそうさまでした。食った食った。よいしょ。食べた。食ったぜ。シャーというところでね、はい、岐阜県に入ったんですよ。入りました。そうで、入ったからご褒美ルーレットです。あ、いつものやつですよ。そう、皆さん知ってますか、ご褒美ルーレット。はい、もうみんな知ってると思うんですけど長距離でね、こうなんかわーって車旅するときは、はい、都道府県を1個超えるごとに、運転お疲れ様っていう意味でね、そうご褒美ルーレット回せると。ちゃうからね、じゃないと。そう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 、番組的な大事さもある。そういう大事さもあるんだけどね。そうそう、決してね、私たちが何か食べたいとか。そういうわけじゃない。あ、ちゃん、もうチャンネルの存続を願ってる。そうそうそう。そうそうそう。ただね、そんな甘えたいだけじゃない。まあこんな感じで、うん、まあご褒美ルーレットと大逆転ルーレットっていうものがあるんですよね。おー。ご褒美ルーレットはローリスクローリターン。なるほどね。大逆転ルーレットはハイリスクハイリターンであるんですけど、うん、どっちから待ちますか。ご褒美ルーレットで。じゃあ。アンパイがいいね。あ、すべてアンパイがいい。平和主義者だね。そう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 、もうすべてオールサンディ。アイスだね。アイスいいね、食後ね。この暑さですから。はいはいはい。アイスですよ。行きましょう。そうそうそう。ねえ、よし、行きます。はい、お願いします。あれ、あーだーねー。こうこうこうしたんじゃないんだ。行きます。はい。おー、来るか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 。スタバー。これ繋がっちゃってんだ。よし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 。
しょうがない、しょうがない、しょうがない、これちょっと分かりづらい、すごい分かりづらかった。これこうして、よし、行こう。やだ、やだ、ストーカーに。ちょ、今だってあの演習中じゃないんで、こっちのブルーテスがスイカチになってる支援が起きてるの。一回もう一回、もう一回やってみよう、もう一回やってみよう、やだ、もう一回やってみよう。ちょ、ほんとなんでこの中で一番やる。もう一回やってみよう。わかんない、もう一回やって、やだ、ダメでした。だから分かりづらかったです、すごい。ブルルルが聞こえてこなかった。もう一回やるの。もう一回、大丈夫、きっとスタバのバッタ出るから。来い、どうなる、さあ、どうなる。おあ、じゃあ、というわけでね。わかりました。スタバじゃ分かった、スタバ分かった、はい、ルーレット絶対だから。でも変顔したらスタバいいよ。じゃあ、じゃあいいよ。じゃあいきますね。では、それではいきますよ、はい、3、2、1。あんま大丈夫ですよ。笑いですよ。じゃあ俺がやるわ、次な。はい、だ、スタバだ。ちょっと消せないんだよ。ちょっと消せない。じゃあ、あれは正式じゃない、正式じゃない。ブルートゥースつながった遅延があったから、あれは携帯が悪かっただけ。では行きます。はい、俺もスタバ、俺もスタバ、このまま俺もスタバ、笑顔、俺もスタバ、このまま俺もスタバ。前うちまる。いやいや、うちまるよ。スタバ行くと思った。私も行くかなと思った。ねえ、このまま行くと思った。一緒に行くと思ったよ。うんちだったな。お前うんち。やったー、スタバ行くわ。お願いします。やばい、めっちゃ怖い。ハイエース運転するのどれぐらいぶりだ、ちゃん。え、いつぶりだろう、本当に2、3ヶ月ぶりじゃない。やばいよね、多分。結構怖いね。自分もあの車がね、手に入ったんですよ。だもんね、全然運転しんくなって、うんうん、めっちゃ怖いわ今。頑張ろうか。スタバ待ってるから、ちゃん。そうやな、スタバ待ってるから。いや、スタバのためだからね。まあ、うんことは違うからさ。うんこじゃないです、うんちです。そこ左だな。はい。おお、でかい。なんかでかいショッピングモール出てきた。なあ、はあ。スタバどこだ？これ絶対前アピタだったな。扉の感じアピタじゃない。アピタの犬器？あ、あったスタバ。あった。何でもいいんですか？え、何でもいいんですか？これ。え、わ、マジですか？何も言ってないですよ。バニラクリームフラペチーノのトールでチョコチップと。ソースとホイップ多めでお願いします。ありがとうございます。すいませんね、ゴシヤさん。いや、申し訳ないなと思ってるんですけど、ね、思ってないよね。全然思ってない。ありがとうございます。来たよ。いや、すいませんね、ゴシヤさん。すげーいい勝ち。いや、すいませんね、ゴシヤさん。いや、ありがとうございます。いや、いい夏ですね。こればっかりはね、神の導きなんでね。くそいいな。神の導きなんですね。長野県、はい、ついに長野だ。とりあえず今日はね、はい、長野まで行って、もうなるべく標高を上げて、そう、車中泊をね、ちょっと快適にしたいっていう。そうだね。マジで夏の車中泊はね、2回経験してるけど、うん、通して本当にもう死ねます。あれはあれは命の危険がありますので。いや、本当にそうだから、本当に危ないからね。だから今日はなるべく標高を上げて、はい、快適に寝たいというところで。そうだね。とりあえずね、長野の上の方行こう。はい。
れあれおかしいなあれあれ雨かおめ晴れだったんだけどな、予報これ雨かおめこれ雨かすごいね、こいちゃんおかしい な朝めっちゃ天気良かったことない朝良かったし、うん、この後行くとこも晴れのはずなんだけどそう見間違いじゃない見間違いかちょっと見間違いだと思うそうか、うん、よし、じゃあ観光行こうか観光行こうかなんでなんでいつもこうなるのなんかおかしいなやむかやめよね言うてねいやせっかく来とるんだねあんた長野になあそうここでねどこも行かんかったらな何しに来てんだってあんたそうだそうだおー、雨強ない雨強ないあれあと目的地までそんなにないのになあと12分で着くけど観光やばい今雷鳴ったねなに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 あーだって神の導きなんですね晴れたぞあっちの方雷すごいすげえゴロゴロなってるけどでもまあ晴れてるからなあこっち綺麗まあ想像通りだねなあ予想通り予定通りもうねやっぱ日頃の行いってやつが大事よかったら別にね雨降らないんだけどな行くぞ行くぞあれ帽子忘れたわえ帽子忘れたごいちゃんああ大丈夫大丈夫おこっちわあすごいこんなとこ入ってくかっこいいホグワーツ行けそうホグワーツてるるるてるてるてるすげえバカそうすげえバカそうだっちゃこいちゃんホグワーツだったらさああ何になるかな俺うん俺はでもねやっぱグリフィンドールじゃないかあーっぽいなつまんねえのつまんねえんだつまんねえやつだなあちゃんはなんだやっぱ知的だからね、うん、どこだっけパフルパフだっけもう知的じゃねえすげえ雷鳴ってんだよねすげえ鳴ってる本当にすごい音するんだけど神の導きなんですねむちゃくちゃ店あるすごいすごいなこれえ何か買ったりとかってどうですかスタバさっきおごったしじゃあ買ってってわけじゃない何が何がせっかくらがなんか思い出になんかあいいのあったらいいけどななんかな T シャツとか欲しいな T シャツダッサいな着といたあんたおいいのかそれ言っておいいのかうちの T シャツなのダサいって言っていいのそれはダサいよおーいいななんか、なんか民芸品とか、ハンドメイド的なのが多い気がする、うん、多い気がするすごい街中すごい可愛いとこいっぱいなあ、うん、おすごいここのコーヒーショップ可愛い、ね、可愛い、うん、雨やんだななあああ勝った勝ったな我々は勝利したしかもめっちゃ涼しいすげえうっすら寒い寒いうんもはや長野やっぱすごいわなあ本当にここだって標高多分もう900か1000ぐらいあるんかな、うんね、めっちゃ涼しいもん、ね、本当に、ね、すごい涼しい今日マジ快適なさ車中泊が行ける説あるよあるね、うん、これはこれはあるちょっと出てきたさっきなんかよくわかんないけどあーちゃんずっとねそうなんか雨宿りさせてもらってて近くで、ええ、そしたらなんかワンちゃんそこの人が飼っててそうお散歩行くけど来るずっと散歩してるさあさあ行きますよ何の匂いだこれ何の匂いだこれこれなんかあそこからかないやもう食ったからきな粉っぽい感じの食ったよ到着えいいやというわけでね、はい、山道をどんぶらこどんぶらこして、はい、高ぼっち高原にね今いるんですよ
いやー美しいね。ここはねすごいね、あのもう、諏訪湖と、諏訪の夜景と富士山夕焼けがバーンってもう見える超絶景スポットなんですけど、そうそう、まああとは待つだけかなっていう。そうだね、そう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 、夕日をね待つっていう、うん、夕日さえ来れば多分ねめちゃくちゃ晴れる、うん、もうすごいよきっとね、うん、バーンポーンつって今ちょっとね、今ちょっと調子悪いけど、いや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 、バカバカ、もうすごいよ今6時だからね。あ、なるほどね。あと1時間ほどちょっと待機してその絶景を拝みます。はい、奇跡はね信じる者の頭上にしか降りないから、お奇跡なめんじゃないわよって言わんこも言ってたから、こっちじゃないんすよ、雷鳴ってる、雷すごいあっちが、うん、あの本当にあの諏訪湖と夜景が見えるみたいな、うん、有名なとこね。そう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 、だからあっち行ったら多分晴れてるはず。あっちから雷鳴っとるけど余計なこと言うんじゃないよあっちには晴れてるんやから、そうそうそう、とりあえず走ってみよう。あそこから晴れてるからね。あ、どんどん青空見える、ほら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 、日本一のシャッタースポット高ぼっち山頂、日本一のシャッタースポットだからな。楽しいな、めちゃくちゃ楽しい、夏休みっぽい、楽しい楽しい、ふぅいくよ、いくよちゃん、ダメだ日本一のシャッタースポットがあるから、石投げんな石投げんな危ない、すまそう、あーへこむなへこむなへこむな、おえ逆にいいね、あちゃん、え、何これ無状況だ、え、何あれ、雨降ってんのかな、そこだけあんなピンポイントでゲリラ豪雨みたいなのがあってんのかな、 あそこに富士山があって、で、空が焼けて夜景と湖が見えるっていうところなんだけど、絶対にお前らには見せないっていう方がなんかモザイクみたいな雲がなんだあれ、どういう状況、まあでも、夜明けはちょっと厳しいかもしれない何にせよ What? 真っ暗、真っ暗で映らない、怖いよすごい、本当に雷もさっきからね稲妻見えたよね、何これ雨すごいわマジで、マジあのまま高原におらんでよかった本当によかった、ここだ温泉だ、おなんか良さそうだなあ、雷がすごいわなあ、さっきバーンってねすごい落ちた、めちゃくちゃ空中にね、うん、ドカーンって落ちて、うん、まあお風呂入って忘れましょう、でしょ宿場町まですげえ順調だったからな、うんうん、めっちゃめっちゃ今日は風呂の日だ、440円だ、最高やったぜ、シュイエス、達成した出上げてね、はい、久しぶり、めっちゃ久しぶりだなこの画角、これ本当だね、これすごいな、あこの感じも懐かしいね、今日久しぶりにこの車に乗ってみて、運転の感覚はねマジでわからんくなってたけど、助手席の感覚はもういつも通りで、なんかもう本当に家に住んでたの、あ夢だったかみたいなくらい本当普通だった、あなるほどね、うん、もう馴染んで、体が全然普通だった、体が車中泊を欲してる車中泊を欲してるわけじゃない標高はあそこからさらに上げて 1200m ぐらいのところにいるんですよ、はい、だからもう今は気温も20度から21度くらいでめちゃくちゃ快適、うん、いやもう気持ちいいね、ねー本当にだね、長野に来てよかったわ、だって名古屋だったらさもうこんなんじゃないよ、もう脂肪ほんとやばいと思う、ほんとやばいから、うん、ちゃんと上にねこう今ね扇風機もね吊るしてるんで、そやなこいつがいれば100人力だから間違いない、引っかかってるちゃんと ね、 ね、で、まあ、窓もねちょっと開けて、うん、涼しくね泊まれる時に泊まっとこうというところで、間違いないというわけでね
チキというわけでね、はい、明日またどんな日になるかよくわかんないんですけど、明日またねちょっと午後から天気崩れるそうなんで今日今はねちょっと天気また回復してるんで、今回復した星も見える感じだった。そうまた明日の午前に行きたいというところで、はいはい、というわけでね、おやすみなさい。おやすみなさい。また明日バイバイ。おやすみなさい。せいっ。